どうも、初めて反応です。どうも、初めて寝顔です。はい、ですね、よくカメムシの味がするって言うやん。土の味がするとカブトムシの味するみたいな、はいはい、食べられへんものに例えるっていうのはやったことあるよ。で、要はでもあれって、要はその匂いを感じてるわけやん、なんか味で、うん、そうね、うん、でつまり、はい、味というのは詰まるところ匂いと味覚、はいはい、この配分50-50ぐらいで、まあ、味というものを決めてるんじゃないかと。まあ確かに美味しいって感じるにはだって香りも絶対パラメータに入ってるもんね。そこでね、今回やりたい企画、臭いもの嗅ぎながらいい匂いのもの食う VS いい匂いのもの嗅ぎながら臭いもの食う、どっちが強いねー。いやーってならへん。はい、ここ5年で一番きつい企画が来ました。ここにね、特殊な吸引器があります、はい、これで食べるものと匂いを嗅ぐものを別々にすんねん。なるほどなるほどなるほど。こっちに鼻の嗅ぐやつは臭い方みたいな。なるほど。で、食べるのは違うもの。なるほどなるほどなるほど。で、これをいい匂いのもの臭いもので攻守交代して、はいはいはい、まあ、結局どっちの作用が強いのか。あ、なるほど。いい匂いっていうのは要するに僕らが普段食べてる美味しいものまあまあそうの香りみたいな感じ。そう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 、はいはい、なるほどなるほど。で、逆にこの世で最も臭いとされている食い物も、うん、いい匂いを嗅ぎながらやったら食えるかもしれないって。いやー、本当に、うん、っていうことで、これはもう人類のなんでモルモットにならなあかんねん。まあ、というわけでやっていきたいと思います。メガイジャパンセコービズビルトインスタビライザー元気やから。いやいや、だってスタッフがさ、スタッフってか裏方のメンバーがみんなマスクつけとんねんもん。バチバチに。まず第1ラウンドです。はい、匂いレベルは一応1、臭いものプチトマト VS いい匂いたこ焼き。おー、いい勝負やね。まあ、たこ焼きといえばね、やはりソースのね、まあ、香ばしい香りっていうのがまあ特徴的。まあ、対してプチトマトというのは、まあ、プチトマトは臭いっていうか、俺らが単純にまあ非常に苦手としている食べ物。ああ、嫌ですね、本当に。本当に嫌ですね。食べるで。僕は、いただきました。ありがとうございます。臭っ！てか、すでに臭っ！しかも、トマトもね、このちょっとぐちょぐちょにされてるっていう、このなんかいやらしさ、匂いが広がるかのようにね、この裏方様のね、この配慮、ご配慮、感謝いたします。はい、じゃあ、差し込みます。両方入るから、これ。はい、せーの、はい。うわ、気持ち悪い。くっさーくっくっすあ、なんか、これやばいかもしれない。ほんま、うぅ食べた、食べていい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 、食べるで、食べるよ、いただきます。それほんま無理かもしれない、やばい、知らん、ほんま無理かもしれない、これちょっとマジで。あ、たこ焼きうまい。あ、臭っ。あ、これたこ焼き食えって、はよたこ焼き食ったら大丈夫やから、マジで。ほんまや、たこ焼き食ったら結構耐える、マジで耐える、マジで耐える、マジで耐える。うぜ、ほんと、たこ焼きね、効果されてる。俺結構吸ってんねんけど、たこ焼き食ってから半減したの。プチトマトの匂いするんすけど、味はたこ焼き。わけわからん。俺は味8、匂い2ぐらいで味の価値かない。うん。確かに、味8、確かに俺もそんな感じ。すげえ。じゃあ抜きます。気持ち悪いから外すよ。はい。あー。これほんま、でもな。はい、あと。もういえ。よくさ、そのアニメとかでさ、バーストストリーム打ち合ってさ、あ、わかるわかるわかる状態あるやん。あの状態に近い、結構で、今回は、味がこう、お好きって感じ。はい、じゃあ次は、逆トマト食いながら、たこ焼き、匂う。はい、じゃあ、お願いします。はい、出ました。でもなんか、弱い弱い、匂いが違う、弱い弱い、匂いちょっと弱いな、確かに。弱い、いくぜ、せーので、いただきます。まずまず、気持ち悪っ。これさ、匂い嗅いだ方が気持ち悪くない？匂いが全然役立ってくれない。これ食えたは食えたけど、ちょっともう外していいかな。匂いの効果全然薄い。もう、違う、ほんま。1-99。そんなに匂い、匂い結構大敗した、効力大敗してる。確かに、たこ焼きの効力はマジでなかったかも。というわけで、第1試合、せーの、味覚の方が嫌です、これは。そうですね、味覚、トマトの方がきつい。うん、食った方が強く出る。そう、口の中に美味しいものでも、ただこれ問題なのは、もっと匂いがきつくなった場合、逆転する恐れがある。じゃあレベル2はですね、臭いもの臭豆腐 VS いい匂いピザでございます。あー、
ピザ、ピザ口に入れてたら耐えるかも。あの、臭豆腐俺マジ食ったことないから、食ったことないし、まあ、嗅いだこともないから、まあ、どっちも嫌や。先に嗅ぐじゃん。嗅ぐわ。気持ち悪いこれ。はい、こちら、臭豆腐でございます。ちょっと匂うもんな。マジ怖い。じゃあ行きます。行きます。せーの。あー、やばい、やばい、やばい。うわ、やばっ、うわっ、これやばっ。よし、行くぞ。マジで無理、これほんま無理無理無理。あの、血余り小学校のビザの匂いするって。これほんまにビザいける、オッケー。お前ビザ食える、ビザ口に入れろ。マジで、マジで、ビザ口に入れろ、ビザ口に入れろから言わせてください。あ、やばっ、やばっ。やばっ、やばっ。これ食いながらでいける。ほんまに無理やった今。これ食いながらでギリいける。今までで嗅いだトイレの匂いのが一番臭い。どんなに汚いおじさんがボットン便所でうんこ外したと、外したとしてもこの匂いにはならない。そんなに臭くはないよ。嘘や、そのレベルではない、絶対。嘘や。あー、きつい。チェンジお願いします。ほんまにさっきに混ざってる。マジで気持ち悪いなこれ。あの、うんこかけピ、うんこトッピングピザみたいになってる。お前もうちょっと喋んな。お前、お前が喋るその言葉で俺も気持ち悪いから、ほんまに。じゃあいただきますよ、臭豆腐ね。もう全然匂い心もとない。いただきます。食えるんこれマジで。うわ、気持ち悪い。あー、気持ち悪い。食う方がきつい。お前がさっきうんことか言うからや。ちょっと酸っぱいな。ほんまいただきます。あ、匂いが全く効いてない。あ、でも待って、俺は食う方がマシかも。いや、俺食う方がマシ。これ食った後に風俗行ったら出禁まであるで。それは出禁、間違いない。これ出禁レベルだよね、これ。一個だけ言うと、このピザの匂いがプラスに働いてなかった、正直。そうそうそう、全くプラスに働いてなくて、あのラスボスやのにホイにしか使えへんみたいな。そうそうそう、そういう状態。ベホマズン使えるやつが全員死んじゃってるみたいな。あ、ほんまや、心もとなすぎる。でもこの勝負、まあ、どっちが強かったか。せーの、嗅覚。俺は味覚。俺嗅覚。嗅覚。てか、あの、ピザか臭豆腐で言うと、あの、ダントツで臭豆腐の方がきつかった。あ、ほんまにきつかった。ちょ、裏方が全員ゴホゴホしてる。というわけで、次レベル3はですね、草屋 VS ホットケーキでございます。ホットケーキ酔わない？大丈夫？一応ホットケーキってそんなに弱い？あの、作戦によると、バニラエッセンスを豊富に使ってるんですよ。あー、なるほどね、うん、なるほどね。バニラエッセンスってやっぱ甘い香りの代表格じゃない？なるほどね。これ、草屋です。はい。あー、これ、ゆっくりの。いや、うまそう、うまそう。うまそう。なんかもう家庭科の匂い。パンケーキはめちゃくちゃ美味しそう、ね、めっちゃいい匂いする。しかもこれ、確かにいい匂いする。メープルのね、メープルのいい匂いがする。あの、トモ洗いしていい？俺トモ洗い。はい、分かる。トモ洗い、トモ洗い。うちゃうるさいね、ほんま。ちょっと、トモ洗いさせて。匂いのトモ洗い。あ、なんか収納がちょっと、ほんまこれやばい。呪縛から逃れられない、これ。これ一回洗っていい？これマジでこれ。あの、お前が洗うんだったら俺は洗わずに強者になる。謎の生きり。謎の生きり。はい、じゃあ、刺します。はい。なんかやばっ、マジ、やばっ。ホットケーキ食ってへんか。ちょっと、あれ怖い、そんなこと。ホットケーキもう怖いよ、俺もう間違いたくない。じゃあ、よいっせーので、うえやべ、うえ取れへん、うえうえ。見て、あ、パンケーキうまい。オッケー、もっとうまい。パンケーキ、パンケーキ貸してくれ。ちょっともっとうまい。オッケー、パンケーキうまい。うん、パンケーキ貸してくれ。パンケーキ食わせてくれ。パンケーキうまい。うっ、うっ、うっ、やばい、これはほんのにやばい。これ万が一のというか、これやだよ、これ。だからこのさ、 YouTube ってさ、死んでまでやるものじゃないよね。匂いのベクトルは俺、臭豆腐の方が嫌いやねんけど。まあそういう人もいるやろ。匂いで、俺はこっちの方がきつい。匂いの絶対値はこっちの方がでかい。うん、いや、もちろんそう。で、これはうんこじゃなくて、牧場の馬のうんこ。あの、牛のうんこ。でも、ホットケーキは最適かも。俺、これと合わすならホットケーキ最適かもしれない。味はしたけど、全然匂い語れへんかった、俺。100ゼロでこいつが悪いんやけど、
70対30ぐらいまで 30ぐらいは盛り返してくれんねん。そんな押してた。こいつが盛り返してくれんねん。いや、俺さ、あのね、芳香剤をはるかに凌駕するうんこの量やった、これは。あの100平米のうんこ部屋にうんこが一面敷き詰められてんのに、それを消臭力1個で対応しようとする、うん、あの浅はかさ。もう効かんかったことにするわ。いや、絶対これ俺は 5% やった、マジで。あ、5%。 5%。 いや、俺、お前だから多分な、嗅覚激しいんやって。確かに、嗅覚な、俺嗅覚激しいんやって、ほんま。ちょ、バニラエッセンスない、マジで。バニラエッセンスでちょっと消毒します。バニラエッセンスでちょっと消毒。あー、でもこれあのあれよな、邪道よな、こういうこういう技使うやつ邪道。あ、くさっ、えぐくさい。ここでも伝わる。いただきます。はい。あ、くさっ、口の中、マジで。いや、俺もいい。あじゃあいただきます。あー、もう無理。あああ、うんこ入ってきた、口の中に。あぶね、お前がその言葉入ったってやつはもうほんま入ってた、俺。くさっ、うわ、くさっ。やっぱ食う方がマシかも。こっちの方がね、威力が弱い。一個って頭痛くなってきた。本気で。冗談抜きで頭痛くなってきた。いっせーので、嗅覚かな。これは嗅覚かもしれん。食べる方がマシやったかも、これは。というわけで、じゃあ最後のバトルです。シュールストレミング VS 湯匂いといえばカレーでございます。いや、もう嫌やわ、ほんまこれ。まあ、マジで。でもシュールストレミングは、まあ、YouTuber の登竜門とやっぱ言われるものやからね。てか、もう湯匂いサイドの最後の砦はやっぱカレーやと思うよ。まあ、やっぱスパイス、カレーは匂いきついわ。あのスパイスでどこまで太刀打ちできるか。あ、じゃあまずカレーね。はい、まず。あ、これめちゃめちゃいい匂い。なんかでもこの色でしょ。あー、いい匂い。これでもな、俺色がちょっとトラウマやねん。さっきの匂いといろいろあの被って。お前ちょっとやめろって。匂いは最高よ、これ。匂いは最高。え、匂いは最高。いい匂いを感じ取るセンサーなんかぶっ詰めたかもしれない。俺いや、だからもう入ってきない今なんか。はい、じゃあ来ました、シュールストレミング。ちゃんと汁も入れといたから。濃すぎる。ニシンやな、確か。このコースに今数々の猛者ともの匂い。いや、そうなんや、これ。亡霊がいる、全部入ってるよ、ここ。あー、これだけで十分臭い。あー、やめろ、お前。ふざけんじゃねえ。あー、おろ。俺さ、もうさ、うえってなりすぎて腹筋がもう鍛えられてんだけど、今もう。もうやろ、硬い。もうやろ、はい、もう早やろ、早って終わったよ、俺、早く。あの実況することで、あの先延ばしにしてる。あー、やばマジ。あ、これやばっ。でも俺やばいから、ちょっと一回書いたら多分二度と。これやばっ。いや、ほんまにやばい、これ。あの、僕は先にカレー食います。先にカレー含むわ、俺。いただきます。とりあえず先にカレーを、うんうん、あ、これはあかんわ。あ、これはダメ。これはなんぼカレーでもダメ。これ、ほんまにやばい。絶対ジェグ、絶対ジェグ。あの、ごめん、あの、最悪の相性、これ。あの、カレーが一瞬でうんこになった。あー、かん、もうほんまに頼む。今ほんま俺あと 0.5 秒書いてたらマジでもう吐いてた、これ全部。もうちょっといくぞ。お前依存症だって。お前だけもうもうね、ほんまにやめよ。まだ続けどな、俺。あかん。え、お前マコ10秒数えて。頑張って10秒するわ。マジで今から。ほんまに無理。じゃあマコ、はい、感じまーす。ほんまに無理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 。3、バグってる、こいつ頭。5、6、こいつバグってる、マジで頭おかしい。8、9、あぁ、来た。どうや、お前ら。もう鼻筋トレする。お前ら、どうや。ちょっと俺、人類初の弱穴っていうので入れる、お前。あ、言ってみる。お前、語らない。語らないで。何の匂いって言われたら誰かに抱きしめてもらいたい。これでもな、うんことかでもないんよ、なんか俺の感覚が。これはゲボうんこ。何やろな、これ。あのな、もう 1秒以上書いてられへん、俺多分。これ俺10秒いった。収納符はうってなりながらも、まあ2秒ぐらいはいけてる。いや、これ別に正直な話するとレベル2から4あんま変わらない。レベル1だけ。許容が100としたら、いや、これが多分な、レベル180、190、220とか。そういう、まあ、ほい、逆いきます。はい、これやって終わろう。はい、もうなんか俺さ、頭痛くなってきた、これ。マジで俺も言ったやん、さっき。頭痛いやって、これ。でも結論言うと、匂い超大事やわ。どんだけ美味しいアイテムでも匂いがゴミやったらちょっと食べられへんか。当たり前か。当たり前のこと言ってる、俺もしかして今。あ、カレーでもすげえ、カレーの匂い強い、やっぱ。
いただきます。マジでいただきます。いっちゃうお前これ。いただきます。あーやばくっさ、口の中くさ、ゲロくさい。マジで怖っ。ちょっとやめてー。あ、でもカレーで、あ、カレー雑魚、カレー雑魚。じゃあいただきます。ほんまちょっとごめん、あかんこれ、ほんまあかん、あかん。いただきます。うえうえ、ガガ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 。意味あるんの？いや、これ食い合うだ。俺もう今までの共洗いのせいで意味なかったんやけども。うえうえうえ。でもさ、ほんまにやかった。いやでもさすがに今のこのシュールストレーミングが一番きつい。あ、でも逆にカエレがなかったらこれ食えてない。いや、それはほんまそう。でもこれをこのまま食えって言われたらもう無理。いや、とそうなんやけど、まあ、せいぜい 100の臭さが85ぐらいに軽減されたりすぎひんかったな。というわけで今のただいまの勝負、せーの、嗅覚。俺もう全然無理。嗅覚がきつすぎる。食べる方がかろうじてマシ。逆にも結論、味よりも匂いの方が大事ってことで、ここまで来たらそうや。でも逆にいい匂いのものを嗅げば、こんな臭いものでもまあちょっと食える、ちょっと食える、見込みがある。まあ俺一口しか食ってないから、ね、うん、あれやけど。でもこれをあのなしで食えって言われたら、補助輪なしでいけって言われたら無理やから。でもやっぱ匂いの効果は強いってことや。というわけで匂いには気をつけなはれや。